Jessica, お前に話しておこうと思ってさ。お前たちを探しに捜索隊を出すようグリフィスに進言しに行った時、周りの貴族たちがなんやかやと随分反対したんだ。でもグリフィスは言ったぜ。きっぱりと。あの二人は鷹の団の要です。失うわけにはいかない。グリフィスが？ああ、大したもんだよ。あいつにそこまで言わせるんだから。正直少し焼けた。それからこれ、百人斬りの大将に塗ってやんな。粉、薬？俺がその昔働いていた旅芸人の一座に一匹のエルフがいてね。そいつがまた気のいいやつでさ。俺が事故で大怪我をした時にそれをくれたんだ。エルフの粉。エルフ？まさか。ほんとさ。ま、今のご時世、信じてるやつも少ないけど、いるんよ、ほんと。信じようと信じまいとどっちでもいいけど、ただ、その粉の効き目は折り紙付きだぜ。俺は戦場でも、それで何度か命を拾ってる。そいつで最後なんだけど。そんな大切なものを。いいって。薬一袋で100人の兵隊が手に入ると思えば、随分と安い買い物だぜ。ありがとう、ジュド。なんか急に塩らしくなっちゃって。ガッツが鷹の団に入団する前のこと、数えきれないほどの戦死者の中で、グリフィスは名も知らぬ兵卒見習いの少年の亡骸を見つめていた。戦場におもちゃか。よっぽど騎士に憧れていたんだろうな。こいつのことはよく覚えている。まるで物語の主人公でも見るような目で俺を見つめていた。こいつは幸せだったろうか。夢の途中で夢を見ながら行けたのだろうか。それとも死は夢の終わり、絶望だったのか。この子を殺したのは俺の夢なのかもしれない。かける言葉が見つからなかった。その時からグリフィスが少しずつ違って見え始めた。ある夜、グリフィスがゲノンと共にいるところを目撃してしまった。どうしてグリフィスがあんなやつと。金だよ。え？軍隊というのはただそれだけでも金を食う。鷹の団はこれからまだまだ大きくなる。そのためにも必要なのさ、莫大な軍資金が。あの老人はどうやらこの俺がお気に召したようだし、俺は彼の財産に興味があった。利害が一致したってことさ。だからって、そんな。戦場に出るということは、それだけ多くの部下を失うということだ。グリフィス、もしかして、あの子のことで。違うよ。俺は合理的に考えたまでさ。戦場に出て部下を失うことと、老人一人垂らし込むのと、どちらのリスクが少ないか。俺はね、キャスカ、俺の采配で命を落とした仲間たちに何ら責任を感じてはいないよ。でももしあいつらのために、死者たちのために、俺に何かしてやれることがあるとしたら、それは勝つこと。あいつらが命を懸けてまでしがみついた俺の夢を成し遂げるために、勝ち続けることだ。俺の夢はあいつらの屍の上に立つことでしか実現できない。所詮血塗られた夢だ。そのことで後悔や後ろめたさはない。だが何百何千の命を懸けながら自分だけは汚れずにいられるほど
それほど俺の欲しいものはたやすく手に入るものではないんだ。グリフィスは強かったんじゃない、強くなければならないんだ。やるっきゃねえよな。放て！取り付けんとは恐るべし、ドルドレイ。再生機したんだ、ボスコーンが来るぞ。いつまでも戦力を割く余力はない。このまま長期戦になればおのずと。いやはや悠長な。ドルドレイはチューダー最後の共闘歩。奴らを駆逐し、この百年戦争を終結させるのは今おいて他ありません。さよう、これは千載一遇の好機ですぞ。いや、しかし、これ以上遠征が長引けば再度戦費調達の必要に迫られます。度重なる課税に民衆の不満が高まるのは避けられません。さすがの高殿も、今回ばかりはお手上げでしょうな。ご命令とあらば。いや、それも致し方ないこと。いかに戦の申し子と謳われようとも。え？陛下のご命令とあらば。大軍はいりません。鷹の段のみで当たらせていただきます。今、なんと、白虎騎士団すらやられたのだぞ。気は確かですか。たかだか5000の騎兵で3万の敵を相手にするのですよ。バカバカしい若造のたわごとだ。この100年、歴代の名将がかなわなかったドルドレイ攻略を鷹の段だけで果たせるわけがない。グリフィス卿、まことなのだな。鷹の段にドルドレイ攻略を命ずる。次の戦い決まったよ。ドルドレイは鷹の段で叩くんだって。ドルドレイ？希代の名将大将が攻めてもこの100年落ちなかった難攻不落の要塞だぞ。すでに先発の白虎騎士団は壊滅したらしい。おいおい、それで無理な仕事を押し付けられたってことかよ。いや、
グリフィスが名乗り出たようだ。でかい戦になるようだな。けど心配はいらねえよ。あの冷静沈着なグリフィスが決めたことだろ。冷静でいられればいいのだけど。何？昔鷹の段は地方貴族の領地紛争に参戦したんだ。その貴族は資産家だったが悪趣味で有名だった。目にかなった少年ばかりを集め従者としていたんだよ。子供はみんなうつろで怯えるような目をしていたさ。ある晩私は見てしまったんだ、グリフィスが奴といるところを。冗談だろ、あのプライドの塊みたいな奴が。グリフィスは勝つために何でもするんだ。自分の采配で死んでいった者たちにせめてできることだって。そんな、でその貴族がどうしたってんだよ。その財力に物を言わせてある国の戦の前線で総司令をしている。おい、まさか。チューダー帝国北方戦線総司令官ゲノン、それが奴の今の肩書きだ。どっから攻めろってんだよ。後ろは断崖絶壁、最新式の大筒がおよそ20門、あとは矢と油と石の雨ってとこかな。とりあえず正面から攻める以外ないな。しかもあの司祭聖騎士団もいるんだよね。勝てますよね俺たち。ガッツ？え？なーに、チートばかし城がでかいだけだって。いつも通りグリフィスの言うようにやりゃ勝てる。あ、行けるか。二つに分けたというのか。面白い、受けてやろう。先方出撃、敵第一陣を壊滅せよ。第一陣、前面の敵を蹴散らせ。なんて数だよ。
本当に大丈夫なのか。今はグリフィスを信じて戦うだけだ。このような攻撃、一時しのぎにしかならぬ。奴ら、何を考えておる。この旗の下で剣を振るのは、多分これが最後。だが、鷹の段切り込みたい隊長としてのけじめだけは、きっちりつける。てめえばっかにいい格好させられねえ。やってやる。次行け。敵は少数だ。する前に追い落とせ。まずは見事。よかろう、受けてやる。全軍出撃、敵第一陣を撃滅せよ。大将、俺たちも援護します。向かってくる将がいるか。こいつやる。さっさと蹴りをつけねえとやべえ。高め、良い手間を持っている。一度戻り、立て直すとしよう。敵も冷静じゃねえか。そろそろ潮時だぜ、大将。第一陣撤退、本陣まで下がれ。ここで撤退とは。グリフィス、思い切ったことしやがるぜ。Thank you.
敵が敗走していきます。下せぬな。この世の攻め方、最初から結果は見えていたはず。これが上昇無敗の鷹の段、白い鷹だと。何をしておる、ボスコーン将軍。ゲノン総督、敵は敗走していくぞ。みすみす勝機を逃す気か。ああ、しかし…ふん、苦にすげぬ。敵大将、白い鷹のグリフィスを捕らえた者には思いのままの褒美を取らす。ただし、必ず無傷で捕らえるのだ。よいな。総督、そのようなことを軽々しく約束されては兵どもの抑えが。ボスコーン将軍、大義であった。今よりはこのゲノンが指揮を取る。貴公ら司祭聖騎士団は友軍と共に鷹の段を追撃し、速やかにグリフィス卿を捕らえよう。やむを得ん。これより敵追撃を開始する。あれ、全部相手にしようっての俺たち。陣形を整えろ。後ろは川、逃げ場はない。命を捨てろ。それ以外に生き残る道はない。生き残れば俺たちの勝ちだ。予定通り、奴らは餌に食いついてきやがった。何もかもお前の手のひらの上ってわけだ。いつもそうだったよな。ここから城内へ入れる。全てグリフィスの情報通りだ。もう容赦はせんぞ。今度という今度こそ帝国貴族の誇りにかけても慰み者だ。またお前か。本当にゴキブリ並みのしぶとさだな。貴様、名は？鷹の段切り込み隊長ガッツ。アドスの部隊が一人の敵に全滅させられたという話、まんざら嘘でもないようだな。強い。生きた心地がしねえぜ。死ぬ気でかからねえとやられる。いや、あの時ほどじゃねえ。あの時ほど絶望的ってわけじゃ。ゾッド、奴は巨大な恐怖そのものだった。何をしておる。まだグリフィスを捕まえることはできんのか。すごい。これでは近づいたら剣風に巻き込まれるぞ。もうダメだ。誰か助けて。助かったよ。
が救援を。捨てて行け。俺がこんなヘマをするとはね。勝るは我が方、格隊陣形を、なんだあの旗は。そんなバカな、さすがやっぱり。まだわかんねえのか、ボケ。大将はくたばった。城を撃ちた。隣は決まってんだろ。負けたんだ、てめえら。勝ち時だ、勝ち時をあげろ。待ってました。敵は容赦するな。バカ者、誰が引けと言った。総大将は転ばした。止まらんか。命令がわからんのか。おい貴様、戻れ。戻らんか。その眼差し、どうした、なぜ黙るのだ。敵味方に分かれたとはいえ、片時もお前を忘れたことはなかったぞ。元メンバーはいつもお前の影ばかりの。グリフィス、グリフィス、なぜそんな目で見る。まさか恨んでおるのか、このわしを。お恨みなどしていませんよ、閣下。むしろその逆です。あなた一人を垂らし込むことで何百人もの部下を養うことができた。危険な戦場に送ることなく、あなたは我々の命の恩人ですよ。グリフィス、お前は。私の夢にすがる部下に対し、私ができることはただ一つ、勝ち続けることです。そのために手段は選びません。あなたはそんな私の歩く道端に転がっていた、ただの石ころです。貴様、
でも振ってみちゃ、あんたって今回のヒーローなんですから。隊長、どうしたんすか？またぼーっとしてここのとこ元気ないみたいっすけど。んなことねえよ。こんなの3年前には誰も考えなかったんだ。ほんとっすね。俺は俺の国を手に入れ、皆の者、長きにわたる試練の歳月、まことに大儀であった。心から礼を言うぞ。皆も知っての通り、この勝利はグリフィス卿率いる鷹の団の活躍によるところが大きい。この100年不可能と言われ続けたドルドレー攻略を彼らはその類いまれなる勇猛果敢さで成し遂げたのだ。よって世はグリフィス卿と鷹の団に白鳳騎士団の名を与え、千人朝諸君には例外なく騎士の称号と爵位を与えようと思う。おお、白鳳将軍。白鳳騎士団ですって。まあ、バカな、これではますます奴らが。いって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 、やっぱり夢じゃねえ。俺たち貴族なんだ。序認式が済めば
グリフィスは白鵬将軍、鷹の段は白鵬騎士団か。ガッツ出ていくのか。クロウがやっと身を結びかけてる。鷹の段はこれからじゃないか。もう決めちまったことだからな。このままあいつの夢に埋もれるわけにはいかねえんだ。不満でもあるのか。あるわけねえよな。俺たちは旧国の英雄だぞ。もうすぐ貴族の仲間入りよ。カビくせえ兵舎とおさらばだぜ。け、大ボケ野郎だぜ。血の滲む思いをしてやっと手に入れたものをお前は捨てちまおうってんだからな。俺は出会っちまったんだ、自分に振り向かせたいと思う奴に。だが高みを目指すあいつは俺には眩しく映った。もうごめんなのさ、あいつの夢の中であいつを見上げてるのは。俺は自分で手にする何かであいつの横に並びたい。俺はあいつにだけは舐められるわけにはいかねえんだ。グリフィスの横に並ぶだ？バカ言ってんじゃねえ！あいつは特別なんだよ！俺たちとは違うんだ！貴様がその地位にいられんのはグリフィスあったればこそだろうが。地位や階級には興味ねえ。俺が欲しいのはもっと別の、自分で勝ち取る何かだ。それがガキのたわごとだってんだよ。そんなもんが簡単に見つかりゃ誰も苦労しねえよ。夢をつかめんのはほんの一握りの人間なんだよ。大抵は現実と折り合いをつけてなんとかやっていくもんなんだ。俺はさ、昔から何でも小器用にこなせる方だったけど、どれも一番にはなれなかった。それで決めたのさ、自分でなれないなら一番になれそうなやつの下につこうって。最初から何も欲しがらないやつなんていないさ。でも誤解すんなよ、結構気に入ってんだ俺今の自分の立場もさ。見つかるといいな、お前の何かっての。